こんにちは、速稼塾の久保です。今日は9月1日、月が変わりましたので月足の方から見ていくんですけども、覚えてますかね。8月は私はセルの方で月足が確定するという方針を立ててやっていました。でも実際には8月は1ヶ月を通じてですね、月足はわずかですけども陽線で確定したんですよね。そして上下にちょっと長めのヒゲが出ています。これが何を意味するかというと、まあ概ね横ばいなんだけども、微増してちょびっとだけね、倍の方に傾いたよってことなんですよ。ということでね、月足でエントリーしていた方は、私の戦略だとマイナスということになります。ただ私はご存知のように、1時間で勝負してますから、これでもね、プラスではあるんですよ。ただ全体的な戦略がセルの方に傾いていましたから、セルの指示を出したことが多かったと思うんですよね。そういう意味で言うと、倍のエントリーポイントを逃し続けたとも言えるんですよ。そういった形で、利益は出たにしても、あんまり成績のよろしくないね、そんな8月だったことを今振り返っております。そして9月なんですけども、9月の方針は、これはですね、倍の方に傾いているんではないかなというふうに今は判断してるんですね。ただ、上下のヒゲが出た形で8月が確定しましたんで、やっぱ横ばいっていうのが一番強いと思います。まあですんで、月足の戦略としては、倍の方に向かうんですけども、でもね、やっぱり1時間でのエントリーを探すのが、正解だったかなと思いますね。このようにですね、どの時間軸で勝負するかっていうのはその人のライフスタイルによるんですが、ただやっぱり資金のそんなに多くない方は1時間で小刻みにその日の勝負をした方がいいように思います。それではそれを前提に9月も戦略を立っていきましょう。月足からです。はい、月足がね確定して上下のヒゲを出した陽線で終わりました。その前の月はまあ割と長めなね、セルですね。その前がやっぱり陽線になってるんですよ。つまり陰線と陽線が交互に出てる形なんで、これはまあ横ばい色が強いかなっていうところです。そのちょっと前には下のところから102円のね115あたりのラインからぐーっと大きく上の方に伸びた3ヶ月がありましたよね。でこの3ヶ月の流れが止まって今横ばいに入ってるんですよ。ということは浮力の方がまだ強いわけなんですよね。浮力ですよ。で、その浮力が押さえつけられたポイントっていうのが、こちらにあります。この二つの上髭です。これがね、出てるってことは、私たちが警戒する大きなゾーンっていうのは、112円の165という切り板にあるんではないかなってことですよね。まあですんで今後、倍の方に向かうにしても、112円の165が鬼門になって、ここを破れずに反転してセルの方に向かうんではないかなっていうポイントを押さえておく必要があります。もう一回価格の方言いますよ。112円の165。ここがかなり強い抵抗体となって、全体的にはセルの方に押しやられていくんですが、今は瞬間的に倍の方に向かっているということが、移動平均線のね、この変化でも見分けることができるってことですね。で、月足は以上でございます。で、戦略としては倍の方ですね。9月は倍です。次は、週足の方を見るようになります。週足は、全体的にここからですね。ここから下の方に向かっているのが確認できると思います。実線を見るとね、下ですよね。で、今回反省しないといけないのは、この、ヒゲ、下に多く出てるヒゲが、思いの方が強いってことなんですよ。ですんで、ここからね、移動平均線なんですけども、上昇する勢いは収まってきて、だんだん横ばいに入ってるの分かります？横ばいに3本の線が揃ってきてますんで、強い倍の流れは来ないと思います。特に112円の先ほどのポイントで、セルへの強い、下降のパワーがありますからね。それが、まあ今からぼちぼち効いてくるわけなんですよ。ですので上昇の勢いは止まりつつあるかなって判断します。ただ、セルの方に一気に進むんではなくて、まずは横ばいが入るのかなってことですよね。もうなんていうんですかね、ぐっと変化するんではなくて、ぐっとね、一旦横に行く形で、緩やかにセルの方に向かうんではないかなっていうふうに考えてますね。それが週足です。じゃあね、日足の方に入っていきましょう。日足はお話していた通り、ここのラインがあるでしょ？で、大きく広がっていきつつ、収束にも向かってるってことなんですよ。ね。ですんで、この日足では110円の515を天井にして、現在、倍の方に向かいつつ横ばいを形成してるってところです。横ばいですね。大体ね、10月、11月、12月っていうのは、
大きな流れを作りやすいんですよ。その前の調整だと思っていただければ、この9月が横ばいに向かうということがなんとなくね分かっていただけるんじゃないかなと思います。それでは4時間の方行きましょうか。さあ、いよいよなんですけども、4時間なんですが、まあ目に見える横ばいを作ってますよね。で、横ばいと同時に収束にも傾いてきてるんですよ。上下の幅がどんどん短くなってきてるでしょ。こんな感じで横ばいなんですけども、ペナントを作りながら三角形を作るような形になってますね。ここというポイントね。はい、では1時間です。今日エントリーできるかどうかはこの1時間を見ればわかります。いかがでしょうか。エントリーするポイント見つかりそうですか。あ、ちなみに昨日なんですけども、ここでエントリーするタイミングはありましたね。振り返ってみれば。ただこれは予測はできませんでした。あ、ですんで、ちょっとこれを逃したのは実力不足としか言いようがないんですが、これは気づかなくてもしょうがないかなと思いますね。うん、今の力ではね。だから収束をしているはずなんですよ。ここからここまでね、こう入ってきて、どんどんちっちゃくなっていると、ブレが。その中で起きたこの突発的なね、上下の大ブレなんで、これはまあ材料が来たっていうふうに判断するのがいいでしょうね。で、今日のことなんですけども、これは倍の方に向かうんじゃないですか。まあ、倍の方に向かう根拠はいくつかあるんですけども、まずはね、上から下に来て、価格が、これが下に向かう流れ作ってるでしょ?これ上に向かう流れ作ってるでしょ?この上に向かう流れがまだ止まってないんですよ。高値がこういうふうに更新されてきてますからね。それを考えると、今後ももう一回ぐらい更新する。もしくは更新をやめて、この辺りで下方に転じた場合、うん、それは収束がね、継続したって考えてもいいんじゃないかなと思います。こういうふうにね。これが一つ目。二つ目なんですけども、やっぱり陽線の方が大きいのが出てるんですよ。ね、それは、そうですよね。この長四角の箱の中見ればわかると思いますけども、一番大きな陰線が、この辺りでしょ。それに引き換え、一番大きな陽線はもっと大きいわけですよ。これは上の勢いの方が強いってことになります。で、三つ目が移動平均線が上の方にポンと跳ねてるからですね。ということで今日は倍で入ることができますけども、ただね、あんまりね、上下の幅がそんなないんですよ。収束しながらの横ばいなんで。ですんで、エントリーはしない方がいいと思います。じゃあ何するんやってことですよね。9月1日。特に何もできません。しょうがないです。横ばいに入ってるときはエントリーしない方がいいですからね。で、昨日みたいな突発的な上下の振れってのは多分材料なんで、これは分かんなくてもしょうがないです。テクニカルで私たちやってますからね。ファンダメンタルは、そのぐらい、いつ何が原因で起こるか分かんないから、うん、意識を向けていても、うん、しょうがないかなと思いますよね。じゃあ全体的な流れをお話しさせていただきました。まあ今日はエントリーできないということですね。もしかしたら今月はエントリーできないかもしれません。ただね、一つ言えるのが、材料が出てくる金曜日があります。うん。だからここで、おおむね、来週の方向づきができるんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。うん。焦ってもしょうがないです。もう、今日もお休みしましょう。それでは、失礼します。